新岩国駅は山口県岩国市五省に所在する西日本旅客鉄道山陽新幹線の駅である。事務官コードは80万665。1975年の山陽新幹線岡山駅博多駅間開業の際に設けられた駅の一つで当時開業した駅の中で唯一新幹線単独駅とされた駅である。当駅から徳山方すぐのところに 西木川鉄道線清流新岩国駅が所在しているが、開業当初から同一駅扱いとはされなかった。営業キロ上は岩国駅と同一駅の扱いとされており、途中下車が可能な切符であれば、洗濯乗車制度により岩国駅と新岩国駅の間を移動して乗り換えることができる。岩国地区は広島徳山間のほぼ中央に位置しており、沿岸部では 工業地帯を有していることから、駅設置の必要性が考えられていた。山陽新幹線の建設に関するルート選定の際には、岩国駅に併設する案と現在の新岩国駅を設置する案の二つが主に議論されたが、岩特線西岩国駅に併設する案も存在した。西岩国駅に併設する案は、ルート選定での問題から除外され、 岩国駅に併設する案は、線路延長が 3.5km 長くなることや、工事費用が増加する、点、市街地を通過するために、用地買収が困難になることが予想される、点、曲線半径 2500m のカーブを挿入する、必要性からの速度向上への妨げとなる点が、考えられた。当駅新設の場合、 乗降客が少なくなるという点が問題となったが、田畑が広がる広大な土地であることから、用地買収が容易に行え、運行上必要な保守基地の設置が可能である点を考慮し、決定された。16両編成対応の短式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、高架駅である。二番乗り場と三番乗り場の間に上下通過線を、 はさみ、1.2番乗り場が上り島式ホーム、3番乗り場が下り岩式ホームであるが、折り、副本線を増設すれば2面4線化も可能。レールの錆取りのため、この1番乗り場から発車する当駅始発の列車が朝に1本設定されている。本線から回送線が分岐し、さらに留置線2本と保守基地線に分岐する。山陽新幹線内では、 最も早く自動改札機が導入されたが、列車案内は反転フラップ式案内表示機が、当駅開業時から2007年まで使用されていた。改札口は1カ所のみで、出入り口も西側のみ。徳山地域鉄道部管理の直営駅である。エレベーター、エスカレーターが設置されている。駅スタンプは、夏の風物詩、迂回と近代橋の駅。広島。 新大阪方面の列車は原則として2番乗り場から発車する。1番乗り場は当駅始発の列車のみ使用するが、ダイヤ乱れ時に使用される場合がある。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、山陽新幹線の駅では最も少ない。駅周辺国土交通省国土画像情報をもとに、作成駅のホームから望む。 東側の様子長大なトンネルに挟まれた岩国市西,西部五章地区の盆地の中に所在する。当駅の北方西木川と国道2号がほぼ西から東に向かって通っており、S 字だ行をしながら、当駅の約1キロメートル広島型寄りのところで新幹線降下とほぼ直角に交差している。当駅自体は、この西木川、 国道2号線と残り3方はほぼ山に囲まれる格好となっている。山が囲む残り3方の内東側のみ36を五章川が流れている。当駅の東方を山口県道1号線とそのさらに東を山を貫く形で山陽自動車道が西方旧街道の山陽道がそれぞれ通っており、このうち山陽道は南方で全室山口県道1号線と 合流している。また当駅の駅前広場は、山口県道114号線の起点になっている。日本三名橋の一つに数えられる、近代橋までは、当駅からバスで、約15分の距離にある。新岩国駅バス停岩国、バス21系統22系統、北川地駅南川地駅入口から、新岩国駅、近代橋から裁判所東西君。 上水上いまず岩国駅、毎日に往復上機北川地駅に至るバス路線では、他に、東バス停を経由しない便も2往復存在する23系統、毎日3往復24系統、祝日除く日、金曜日に1往復傍聴交通、毎日5往復あたり駅から岩国駅までは、路線バスが合わせて、毎日2本程度確保されている。なお、西国駅へは、 多くの、新岩国駅前から望む、清流新岩国駅への連絡通路前期の通り、当駅の徳山方に、清流新岩国駅が置かれている。この駅は、旧国鉄 JR 西日本を経て、第3セクター、西木川鉄道に転換されてから2013年3月15日までは、五章駅と称され、当駅開業の14年以上前。 1960年11月1日に国鉄万尾線川西川山間が開通したことに伴って開業している。当駅から西流新岩国駅までは徒歩にして約7分の距離であるが旧国鉄時代には互いに別個の駅とされ乗り換え駅として認知されることはなかった。このためか相互の乗り換えは基本的に考慮されていない。新幹線駅と 在来線駅が互いに近接していながら、別々の駅とされた事例は、2016年3月26日に、北海道新幹線が開業して、新幹線をくつかる今別駅と在来線、津軽二股駅が互いに近接関係にあることが、知られるまで、東駅9、五小駅のケースが、全国唯一だった。旧国鉄、JR 時代に当駅と、旧、 五小駅が別個の駅として扱われたことについて、鉄道機構作家の宮脇俊三、西日本旅客鉄道産業新幹線広島駅から新岩国駅徳山駅。ありがとうございます。